はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。突然ですが、皆さんはインフィニティクイーンというモンスターご存知でしょうか？あ、ご存知ない。あ、ご存知ない。この謎モンスターなんですが、どこで実装されたんだこれ。トリッキーレセプションか。このハロウィンのパックで実装されたカードでございまして、N カードになってまして、このカードが墓地に存在していて、自分の手札が0枚の場合、自分の墓地から闇属性モンスター1体を除外、まあ、自分でもいいんですけど、闇属性モンスター1体を除外して、自分のフィールドの闇属性モンスター1体対象に、このターン、そのモンスターは直接攻撃ができますよ、という効果になっています。はい。まあ、この効果読んでいただいたら分かる通り、インフィニティデッキで使っても別に大したことないというか、別にインフィニティデッキでそのダイレクトアタックしようと思ったことないから、マジで。あのデッキ先行制圧するデッキじゃん。マジでいらないんですよ。で、じゃあこれどうやって使っていけばいいかっていうね、話なんですけど、ちょっと僕はね、思いついてしまいました。闇属性モンスター1体のダイレクトアタック剣が付与できて、で、闇属性で打点が上がるモンスターが用意できればいいんですよ。それがね、トポロジックゼロボロスっていう最強モンスターありまして、で、これ除外されているカードの数かける200ポイントの打点がアップするっていう効果なんですけど、これで墓地暮らしギミックと白雪のギミックをかませば、なんかありえない打点になるんですね、ゼロボロスって。まあ、ほんと9000とか1万とか、なんか余裕でいくんですよ。で、その打点1万とかで、ダイレクトタックをかましたら勝てるんじゃねってなって。で、しかも、これハンドレス状態にしないといけないんですけど、白雪って手札のカードも除外できるんで、まあ、余裕でハンドレスにできるんですよ。だから、最強のハンドレスコンボできるんだと思って。今日はこのゼロボロス、白雪、ダイレクトアタックコンボ、ぶち込んでいきたいと思います。やっていきましょう。はい。デュエル、スタンバイ。インフィニティってさ、そもそも論なんだけどさ、なんかダイレクトアタック、なんか闇属性でしたいなみたいなタイミングって来ましたっけ？あのデッキなんかすごい先行制圧して、なんかトリシューラめっちゃ出したりとか、なんか何ハンデスしてきたり、制圧めっちゃ難妨害も構えてきたりするイメージはあるんですけど、なんかその墓地から除外して、なんか闇属性モンスター誰でタックしたいなみたいなシーンが来たことがない気がするんですよね。これどうなんですか？インフィニティクイーンってこれ何のために生み出されたんですか？何の誰のために生み出されたカードなの、あれ。よくわからないんだよ、あのカード。あれなんなん、マジで。まあそれを使ってるんですけど、今僕は、それを今使ってるんですけど、これ何のために生み出されたのか本当にわからない。インフィニティスカイはちょっとでもクイーンが欲しいと思ったことがあるのか。楽園久しぶりに当たった気がするな。結構かなり久しぶりに当たりましたね、楽園。まあ、言うて、シロビオンで遅れつける、何でしたっけ、超魔人井戸とかいなくなっちゃったんでね。だから使用率下がってるのやばいけどな、普通に考えて。で、ちょっとな、これが、なんかね、フェリスだけちょっとね、弱いんですよね。光の援軍で落としても、モンスター効果で落ちないとあいつ、特殊召喚できなくて、援軍との相性マジ悪いんですよね。本当に、ライトロード、ビーストウォルフ、見習ってほしいわ。で、とりあえず、ライトロードが墓地にいるので、ライトロード、ドラグーンさんが出てきまして、で、出てきて効果発動しまして、まあ、これだったらね、一応ね、なんでも落とせるんで、あ、グランディニョル効果発動、OK。ドラグマモンスターか、デスピアを出せますよ。ウルワリス、リリスかなんか出てくるのかな、それか、あれ、あ、じゃあ、あれか。あ、そうだね、クエブか。OK、OK。了解。で、アーチャーフェリスを落とさないといけなくて、でフェリス効果発動する、で特殊召喚する、クエム効果発動する、クエムの効果によってアルバスか、そのカード名が記されたカードを1枚を墓地に送ることができる。あー、うざすぎる。クソ強えな。ドルイドフレーム OK、 いいだろう。まあ、言うてでもモンスター効果使ってくれたんで、参戦の際も起動できるし、まあ多分これ左腕切り落とすことも一応できるから、まあ結構ワンチャンあるって感じするな。ちょっとクエムだけ裏側にしとくか。クエム裏して、こいつアルバス蘇生したりとかできちゃうんで、まあここでクエムを裏側にすることによって、クエムの妨害は一旦無効にしたい、実質 OK で、ここから断罪あんだよな。断罪あって、シロビオンいるから、シロビオンの効果なんか踏みに行きたいんだけど、ライトロードセイントミネルバ君は別に破壊されてもいいから、これ出すじゃないですか。はい、
で、セイントミネルバさんの効果、これ最悪ね、あのミラージェード出てきたらミラージェードを3戦でパクればいいんで、あー、まあ、OKOK、でこれ使われるよね。でここでメルクーレ使ってくれたので OK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  で、そしたら3戦打つでしょう。でこれ相手のモンスターパクんないとあかんから、普通にミラージェード出てきたらやばいから、これここのタイミングで単勝を取らずにパクったら、多分アルビオンの効果で出てきたモンスターパクれて、多分ねこれ融合できないよね、これこのタイミングだと多分。はい、で対象がアルベルと、あーそういうことか、だからこれあのルベリオン出してんだな、ルベリオン出してんだなって話あるんだけど、でこれ多分ね、これアルバスパクったらこれ自分のフィールド上に特殊召喚されたことになって、多分これあの相手融合できないじゃん。で賛成の際で処理後にこれパクんじゃん。これ融合できないよね。オッケー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 、来たわ。そしたら左腕の代償をぶち込んで、全てのカードを除外することにより最強のカードを芝刈りを加えて、でぶち込んでいくしかない。行こう。結局芝刈りを打つしかないね。はい、行きます。どの芝刈りの効果によって、うおーおらーおらー、オッケー。ビーストウォルフ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 、やべえ、これ盤面開けとけよかったか。クシャトリラーで、あと断罪だけだよな、断罪だけで、断罪だけやから、はい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 。で断罪効果でシェイレーンの効果を無効にしてくるよ。オッケー。でここでシェイが無効になり、アルビオン戻して無効で、シェイレーンが無効になってディアクシャが落ちてビーストウルフビーストウルフ出てくる。オッケー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 。うわー、じゃあこれあれだ、使っといてよかったらな普通に。まあただね、トリビカルマさんがいるんでね、トリビカルマさんの効果によって、あーうわー、ちょっとあれか、あれがもうねえか、グリーフが落ちてるか、まあ、一応発動するでしょ。で、そしたら、ティアラメントなんとかして出しに行きたいんだが、あ、ていうかさ、これさ、待って、これさ、相手のモンスターだから、これレベル8として扱えるから、こうじゃない？これこうだわ。来たわ。相手のモンスターだけだから、これいける。で、ジアンデッド・ヴァンパイアの効果発動して、オーバーレイユニット使って、でまあ、お互いに4枚墓地肥やします。でこのワンチャンがあるのは相手の墓地も結構やばいんだけど、まあ、ムドラどうでもいい、いいな、これちょっと今特殊召喚するのあんま強くなかったな。でちょっと待って、時間ないから、意外とこれはちょっと早めに回した方がいいね。でビーストウォルフとムドラで一旦デュガレス出すでしょう。でデュガレス、これ白雪いるから、白雪蘇生したら、キュリオスは出るから、これ大丈夫、これ別に最悪ここで融合できなくてもなんとかなると思う。多分2枚ドロスでしょ。あー融合できた、神で。ハウフニス効果発動で、ここでキトカロス、いやこれはいけるぞ、多分いける、俺が展開を間違えなければいけると思う。でこうでしょ、オッケーでですね、キトカロスの効果発動して、なんでもいいな、これはシーレーンかなんかを手札に加えておくか。そしたらサリークが落ちた時に回収して、シーレーン出せるもんな。ほんで、キトカロスの効果発動する。キトカロスを墓地に送りつつ、ティアクシャ出して、で、ここで5枚、3枚、3枚肥やして、合計11枚の墓地肥やしがぶち込まれて、よし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 、いける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 、あ、逆だった、チェーンミスった、チェーン順間違えた、ミスった、最悪。あ、何これ、サリークだけ効果発動できる。ちょっと何これ、もうこれも使うか、もうもはやこれも使う、やばい、時間がないからな、これ、このデッキ意外と。これさっきね、普通にね、なんかね、決まりそう になりかけて、俺、時間切れで負けたんだよね。ちょっと焦ってる。で、シェイレーン、サリークで、なんだこれは、何を持ってくればいいんだ、ちょっとわからない。やばいやばいやばい。で、これ持ってくるだろう。いや、でも、相手もう妨害ねえから、あれか。普通に
ちょっと待って、これなんか落とそう。これなんか、リンク適当にして、適当にして、インフェルニティクイーンかなんかをかましに行けば、いけんじゃないかって説がある。ちょっと待って。そうしたら、もういきなり下しに行っていいか。先にリダン出すか。リダン出して、多分ちょっと余ってるから多分ね、なんとかなると思う。こうすんだろう。で、トポロジックゼロボロス出しに行くじゃん。で、これが今回のエースモンスターですね。はい。これが今回のエースモンスター。で、自分の墓地の、フェアリーテイル主題機の効果を発動して、手札をゼロ枚にしつつ、自分の墓地のカードをひたすらに除外すればいいんですよ。はい。で、そうすると除外したカードの、数だけトポロジックゼロボロスさんの攻撃力が上がっていくんですけど、インフィニティクイーンだけは絶対に除外しちゃいけないから、はい。いや、もう次の制限改定でこいつ禁止になってもおかしくないんだよ、これやってることがやばすぎて一応無駄なことしようかやってることやばすぎて、多分ね、そろそろ禁止になりそうっていう説はある、このモンスターで。これで発生が来た。まだいけるまだいけるまだいけるぞまだいけるぞまだまだいくぜまだまだいくぜ、よっしゃー、いくぞ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 、これで攻撃力は一番大事マジきた11200だボケがよ、攻撃力はさあこれで守備表示2体しかいないけどどうするんですか、リュウさんって話ですよね。任せてください。待って、これ2体でいって殴ってインフィニティクイーンの効果使わなくても勝てそうなの、草。インフィニティクイーンの効果、対象のモンスターを闇属性モンスター対象に取り、このターンこのモンスターはダイレクトアタックをすることができる。うおーバトル対戦アザスバゴー11400のダイレクトアック、さすがにエグい。割となんかライトロードで戦えるから、まあワンチャン強いのがいいですね、ライトロード一機っていうのは非常にね。はい、ライトロードはなんか他のクソデッキと違って、ライトロードとティアラメントのギミックがシンプルに強いんで、なんかクソデッキみたいな顔してるんですけど、まあまあ普通に戦えるっていうのが他のクソデッキと違っていいところ。出た出た出た、バックザコック来た、やばい、激キモモンスター来た。戦闘破壊耐性あり、アストラルクリボーに、やばい。これ普通サロスエレスクルヌギアスとか入ってると突破できるんですけど、このデッキどうやって突破したらいいんでしょうかって皆さん思いました。バックザコック今戦闘破壊耐性がついていて、これ多分エクゾディアかなんか揃えるとか、まあ終焉のカウントダウンするとか、その辺のデッキだと思うんですけど、多分ね、くだらねえマジで本当にくだらねえ、まあ俺それを動画にしてるバカみたいな実況者いたけど本当にくだらねえなマジで。ね、このデッキはね、バックザコックに、バックザコックにというか、このデッキに対しての回答があるということをね、皆さんお見舞いしましょう。バックザコックとかいうさ、史上最強モンスター使ってさ、意気揚々とさ、はい、もう僕の勝ちでストッパできな、だけできませんとか思ってんでしょ、お前。マジで、甘えから、普通に。シンプルに甘え。考えが甘え。マジで、判断が甘え。殺すわ。で、白雪の効果で、めっちゃ除外されたんで、打点が9400になりました。はい、インフィニティクイーンの効果発動します、僕このターンこのモンスターダイレクトアタックできまーす、あざーすやばい、神試合取ったドヤ顔バックザコックかもです。芝刈りなんとかして通したらいけるか、これ芝刈りをなんとかして通したらワンチャンある。いやでもワンチャンないか、これ手数でないか、これ芝刈り通んなかったら世界終わるみたいな反応してんの、これオスティナートやば、オスティナートはさすがにやばい。最近なんかオスティナート増えてきたな、体感強いな。オスティナートはシンプルにやはり、まあ、出張採用が非常に強力ですね、やはりね。幻想順で使ってる人はなんかそんなに見ない気がします。はい、そろそろソリティアを終了してもらってもいいか、そろそろソリティア終了することできるか長くねえかこのデッキ、長くないですかね。
さすがにそろそろ終わらせてもらっていいか。ライトロードドミニオンキュリオス強。あ、それで出るんだ。熱いね。ルフランライトブレーム覇王の魔術師のなんかゆずちゃんかけるなんかあの釉薬みたいなさコンボであれ出るんだね。強いね。トランザクションロールバック、はい。いやもうなんかやばい匂いするな。とりあえずトランザクションロールバックでベアトリーチャーと、何トランザクションロールバックで ドミニオンキュリオスを落とした上でベアトリーチェでさらにカードを落とそうっていうか、これ好きなカード2枚落とすコンボじゃん。出た。トラップトリックトラックか、トラップトラック、何トラップトラックだと。トラップトラックの効果、トラップトラックコピーして、まあ、フィールドのモンスター爆破しながら、チェーンマテリアル。え、こんなクソラがソリティアした後にチェーンマテリアルってマジ、このクソラがソリティア後のチェーンマテリアルマジっすか。ちょっと待って、プロキシー F マジシャン。いや、なんかあの激長ソリティア見せられた後にさらなる激長ソリティア見せられそうなんだけど、自爆神だと、何ジオクラーケン、こいつは融合召喚に、いや特殊召喚に成功した時にフィールド魔法を持ってくることができる最強の方を持っている。マテリアルゲートがやばい。いや、クソラがソリティア後にクソラがソリティア見せられる可能性ある、これやばい。フュージョンゲートとチェーンマテリアルはちなみに、自分の手札フィールド墓地のモンスターをこのターン全部一生除外でき、あの除外して融合召喚できるよみたいな効果になってまして、実質フュージョンゲートがあると。でこれエリクシーラーやばくない、これさ。フュージョンゲートマテリアル、まあ、要はマテリアルゲートっていうコンボはちなみに、この、まあ、エリクシーラーっていうモンスターを爆誕させて、エリクシーラーエリクシーラーでなんかレベル10のモンスター2体っつってやって、なんかグスタフマークスってやって、グスタフマックスを一生連打してくるっていうゴミカスコンボなんですけど、待って、お前さ、お前デッキの中ゴミ入りすぎじゃねえ。最初なんか幻想ムーブかなんか知ってるかなと思ったらさ、なんか幻想ムーブからチェーンマテリアル、マテリアル始まった上でなんかエレクシーラーグスタフコンボしてるの。これ待って、メインデッキとエクストラデッキのさゴミの枚数、君何枚入ってるこれ、ゴミ入れすぎだろこれ。エクストラデッキとメインデッキ多分これマジで半分くらいマジでコンボパワーズだから、あのゴミなんじゃないのこれ。このデッキに負けのクソ腹立つな。ソリティアからのクソソリティア見せつけられたわ。